クロドアウドこと、クロドアウド・タバレス・デ・サンターナは、ブラジル出身の元同国代表サッカー選手。1970フィーファワールドカップの優勝メンバーだったが、度重なる怪我に苦しみ、代表から遠ざかった。サントス FC でデビューを飾ると、すぐにレギュラーを獲得し、以来、ペレやカルロス・アウベルトラと共に、13年にわたり在籍した。 カンピオナートパウリスタを3連覇するなど多くのタイトルを獲得した。サントスではクラブ7位の510試合に出場した。その後ナショナルで現役を引退した。代表ではキャリアを通じて38試合に出場した。また1970フィーファワールドカップに出場し、チームではマルコ・アントニオに次ぐ年少だったが、ジェルソンと共にボランチのレギュラーの座を射止めた。 ペレ、トスタン、ロベルトリベリーのジャイルジーニョラに効果的なパスを送り続け、ウルグアイ戦では貴重な同点ゴールを挙げるなどして優勝に貢献した。1974フィーファワールドカップにも出場する予定だったが、怪我で辞退した。ありがとうございます。